来た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 。うわ待って、食ってた食ってたんだけど、なんか急に重たくなったから。さあ始まりました、ガチ録ということで、今回は、前回のリベンジということで、また琵琶湖の方にやってきました。今回はおかっぱりと、ボート、明日レンタルボートで借り、ボート、バスボート借りるので、まあ、今回はおかっぱり編になるんですが、前回のリベンジができるように60狙って頑張っていこうと思います。さあデイゲームやっていきましょう。だいぶ水増えたな。ここはなんかちょっと砂利浜っぽくなってて、たまーにこういう大きい石がいるから、それはそれで良さそうですね。で、芋入ってるから多分ベイトもいるんだと思う。ちょっとまずは沈み虫から風上に向かって、なんかいい感じに風当たってて良さそう。あったけちょいちょい車止まってたけど人いないな、全然。今日こそは60にフルフッキングしたい。
来た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 。来た。うわうわ、すっごいエッグ音。来た。ついに来た。来た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 。やば、姿が見えない。ふわふわさせたら急にトン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 って入ってグググググって思ってた。うわ、足震えてるわ。やば、めっちゃ嬉しい。綺麗、めっちゃ綺麗な魚ばっくりいってます。めっちゃいいとこかかってる。やったやった。5時あるかな、これ。ちょっと測ろうか。測りましょう。口閉じを開きで、ちょっとこれあれだな、ちょっと平らじゃないからあれだけど、まあ、46だね。46センチでした。やったー、エアコン。おかっぱりから初めて釣れた。めちゃくちゃいい手作り場所でした。こうか。あー、やった。ワカサギめっちゃいるじゃん。チャンスやで。これはバス入ってきててもおかしくない。来た。めっちゃ手前だ。来た来た来た。うわわわ。あー、ごめん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 。よっしゃ。やったー。めっちゃ手前。すっごい浅いところだ。わあ、すごいいいとこ続いてる。ちょっと浜を斜めに切ってたらすぐ来ました。いいね。サイズあれだけどすごいいいとこかかってる。完全に食いに来てる。やったーイエーイ。おお、来た来たぞ。サイズはそんなにだけど。引くね。
まった。よっしゃー。さあ、いいサイズ。さっきと同じぐらいのぬめっとしたぬぬぬぬんっていうなんか不思議な当たりだったな。やったー、イエーイ。またいいとこかかってるな。結構沖から引っ張ってきたら今回斜めじゃなくて、よいしょ、沖から引っ張ってきたら釣れてくれた。やった、嬉しい。2本目。じゃあ今回浜の浅いとこじゃなくてちょっと沖から引っ張ってきたら結構足元でまた出てきてくれました。ワカサギの姿見えなかったけど、ウガ2匹ぐらい入ってたんでいるんだろうなと思いながら、ちょっとウガ大きめだったんで沖に投げたら釣れました。やったー、イエーイ。
なんかスピ鍋とかでも良さそうだけどな、持ってきてないや。うわ、待って、食ってた、食ってたんだけど、なんか急に重たくなったから岩かなと思ったら、食ってた食ってた、あっ、うわ、はあ、最悪、うわー、やっちゃった。お疲れ様でした。いやー、今回もちょっとリベンジならずでしたね。おかっぱりおかっぱり、ボートおかっぱりで、最後の最後にバラしたやつがちょっとあれはでかかったんじゃないかなと思ったんだけど、ちょっとね、悔しい。まあ、でもまたガチ6で琵琶湖戻ってきますんで、まあ、いつかはね、絶対に60仕留めますんで頑張ります。ちょっと花粉やばいし、寒いし、もうさすがにちょっと疲れたんで、安全に東京まで帰りたいと思います。お疲れ様でした。おじゃのー。